音楽の日2024でのナンバーアンダーラインアイの圧巻パフォーマンス翔くんと岸くんの魅力が炸裂音楽の日2024の感動的なパフォーマンスナンバーアンダーラインアイが中井くんを指一本で吹っ飛ばすファンが叫んだ瞬間音楽の日2024におけるナンバーアンダーラインアイの登場は多くのファンにとって忘れられない夜となりました 3人のパフォーマンスは圧巻で、色気と表情の変化が観客を魅了しました。特にファンの間では、色気で殺そうとしているのでは、というコメントが飛び交うほど、その魅力は圧倒的でした。見るたびにかっこよさが更新されるナンバーアンダーラインアイの姿に、多くのファンが心を奪われました。この夜のパフォーマンスでは、中井くんとのトークタイムが設けられ、ファンは喜びの声を上げました。 ナンバーアンダーラインアイが披露した強盗とボンの MV が中井くんに見てもらえるという特別な瞬間がありました中井くんが岸くんのパフォーマンスについて触れ振りまでやってくれたことにファンは感謝の気持ちでいっぱいでしたナンバーアンダーラインアイがそれぞれ再出発した曲で披露する姿は形を変えても曲と共に乗り越えてきた彼らの努力と成長を感じさせるものでした特に印象的だったのは 翔くんが指一本で中井くんを吹っ飛ばすようなシーンや、岸くんのパフォーマンスが注目された瞬間です。ファンはその度に、かっこいいと叫び、彼らのパフォーマンスに心を奪われました。中井くんとのトークでは、緊張しながらも楽しい会話が繰り広げられ、その温かい雰囲気にファンも心を和ませました。ナンバーアンダーラインアイとして初めての音楽の日の舞台に立った3人は、 緊張しながらも笑顔で踊り歌いその姿を見てファンは幸せな気持ちに包まれましたダンサーたちとのコラボレーションも見事で彼らのパフォーマンスは見るたびに進化していくのが感じられました岸くんのプリンという可愛らしい一面も見られファンは大興奮でしたこの特別な夜を振り返ると音楽の日2024での No.1&i のパフォーマンスは 彼らのキャリアの中でも特に輝かしい瞬間の一つとなりました。3人のメンバー、神宮寺将、雁裕太、そして高橋海斗が一緒に舞台に立ち、彼らの強い絆とチームワークを見せつけました。そのパフォーマンスは、観客だけでなく音楽業界の専門家たちにも深い感動を与えました。3人のメンバーがそれぞれに持つ個性が見事に融合し、一体感のあるパフォーマンスを実現しました。 翔くんの力強いダンスと表情の変化、岸士くんの柔らかくて繊細なボーカル、高橋くんのエネルギッシュなパフォーマンスが、一つの物語のように観客の心に響きました。この夜の彼らのパフォーマンスは、まさに芸術作品と呼ぶにふさわしいものでした。中井くんとのトークタイムでは、彼らの素顔や考えが垣間見え、その温かい人柄にファンはますます魅了されました。 中井くんが彼らの MV を見て評価してくれたことは、ナンバーアンダーラインアイにとっても大きな励みとなりました。中井くんの一曲の中に環境があるという言葉は、彼らの努力と創意工夫が認められた瞬間であり、その言葉に対する彼らの反応も非常に感動的でした。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、ファンにとっても特別な思い出となりました。特に、 翔くんが中井くんを指一本で吹っ飛ばすシーンや、岸くんのパフォーマンスが注目された瞬間は、観客の記憶に深く刻まれました。彼らのパフォーマンスは、見るたびに進化していくのが感じられ、ファンはその成長と努力に心を打たれました。ダンサーたちとのコラボレーションも見事で、彼らのパフォーマンスは見るものすべてに感動を与えました。岸くんのプリンという可愛らしい一面も見られ、 ファンは大興奮でした。中井くんがゴートとボンの MV を見てくれたことに感謝し、そのパフォーマンスの素晴らしさを称賛しました。特に一曲の中に緩急があるという評価に、彼らはうなずきながら良い表情を見せました。三こ積もの時間をかけて作り上げたパフォーマンスに、先輩からの言葉は大きな励みとなったことでしょう。音楽の日2024は、 ナンバーアンダーラインアイにとってもファンにとっても特別な一夜となりました。彼らのパフォーマンスは、練習と努力の結晶であり、見るものすべてに感動を与えました。中井くんや安住さんの温かい見守りもあり、その場の雰囲気は非常に和やかでした。ファンはこの夜のパフォーマンスを心から楽しみ、再び彼らの姿を見られる日を待ち望んでいます。 『音楽の日2024』におけるナンバーアンダーラインアイの登場は、ファンにとって感動的な夜となり、多くの人々にとって忘れられない思い出となりました。彼らのパフォーマンスは、見るたびに進化していく様子が感じられ、ファンはその成長と努力に心を打たれました。中居君との特別なトークタイムや、ダンサーたちとのコラボレーションなど、さまざまな要素が組み合わさり、一夜限りの特別なステージが実現しました。 この夜のパフォーマンスを通じて、ナンバーアンダーライン愛はさらなる飛躍を遂げ、多くのファンに新たな感動を提供しました。彼らの未来に期待が高まり、その成長と活躍を見守るファンの応援が続くことでしょう。音楽の日2024は、彼らにとってもファンにとっても特別な一夜となり、その思い出はいつまでも心に刻まれることでしょう。さらに、 ナンバーアンダーラインアイの今後の活動に対する期待はますます高まり多くの人々が彼らの次なるステージを楽しみにしていますファンとの絆はますます深まり彼らの音楽とパフォーマンスは一層輝きを増していくことでしょう彼らの努力と才能は音楽業界においても大きな影響を与え続けることが予想されます音楽の日2024でのパフォーマンスをきっかけに彼らの人気はさらに高まり 新たなファン層も獲得するこ,とでしょうこの夜のパフォーマンスは、彼らのキャリアにおける重要な一歩となり、未来への大きな可能性を示しました。今後もナンバーアンダーライン愛の活躍に期待が高まり、彼らの音楽が多くの人々に感動を与え続けることを願っています。音楽の日2024は、彼らにとってもファンにとっても忘れられない特別な夜となり、その思い出はいつまでも心に残ることでしょう。 これからもナンバーアンダーラインアイの成長と成功を見守り続けるファンの応援が、彼らのさらなる飛躍を支えることでしょう。中井くんが、ゴートと、ボンの MV を見てくれたことに感謝し、そのパフォーマンスの素晴らしさを称賛しました。特に一曲の中に感急があるという評価に、彼らは頷きながら良い表情を見せました。三個積もの時間をかけて作り上げたパフォーマンスに、 先輩からの言葉は大きな励みとなったことでしょうウィンクを交えながらのパフォーマンスはファンにとっても特別なものとなりました音楽の日2024はナンバーアンダーラインアイにとってもファンにとっても特別な一夜となりました彼らのパフォーマンスは練習と努力の結晶であり見るものすべてに感動を与えました中井くんや安住さんの温かい見守りもあり その場の雰囲気は非常に和やかでした。ファンはこの夜のパフォーマンスを心から楽しみ、再び彼らの姿を見られる日を待ち望んでいます。音楽の日2024におけるナンバーアンダーラインアイの登場は、ファンにとって感動的な夜となり、多くの人々にとって忘れられない思い出となりました。彼らのパフォーマンスは、見るたびに進化していく様子が感じられ、ファンはその成長と努力に心を打たれました。 中井くんとの特別なトークタイムやダンサーたちとのコラボレーションなどさまざまな要素が組み合わさり一夜限りの特別なステージが実現しましたこの夜のパフォーマンスを通じてナンンバーアンダーアダラインアイはさらなる飛躍を遂げ多くのファンに新たな感動を提供しました彼らの未来に期待が高まりその成長と活躍を見守るファンの応援が続くことでしょう音楽の日 彼らにとってもファンにとっても特別な一夜となり、その思い出はいつまでも心に刻まれることでしょう。